はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、机周りの変更とですね、PC の本体ですね、の変更点についてちょっと動画上げていこうと思います。2D サラウンドだったり、SLI だったりやったんですけれど、そちらの詳しいレビューの方をする前にですね、ちょっと概要として、どんな感じでね、周辺デバイスが揃ってるのかというのをね、アップしておいた方が分かりやすいかなと思ったんで、一応取り始めました。で、まあ、ざっくり説明なんですが、もともと使ってたのはこの真ん中のディスプレイですね。これ、飯山27インチの 144Hz。これをさらに2枚購入して、今、2D サラウンドですね、にしてあります。で、この下にあるちっちゃい24インチのモニターが、アクセサリーディスプレイですね。まあこれ全部3つで1画面なんですが、これはまた別にですね、この3つの画面でゲームしながら、こっちでネットの方を見たり、温度管理とかね、まあシステム管理ができますよというディスプレイですね。あとはですね、デバイス的なものは変わってないんですけれど、まあ、唯一変わったのがこれですね、飛燕にしました。マウスパッドですね。ご来察数がもう古くてですね、かなり滑り悪くなってしまったんで、今回なかなかね、評価が良くて値段もそれほど高くなかったんで、飛燕の方を購入してみました。で、さらに言うと、ついでにですね、マウスソールの方も注文してあるんですが、雪の関係でまだ届いてない感じですね。まあ、ディスク周りの方はね、こんな感じの変更です。実際はもうお正月過ぎちょっとぐらいにはできてたんですけれど、なかなか配置の方とかですね、決まらなくてですね、まあ、ようやくアップしてももう大丈夫かなという配置になったので、取り始めたんですけれど、あとは PC 本体ですね。PC 本体の大まかな変更点は、まあこのゲーミングシリーズのビデオカード MSI の GTX 780をですね、 SLI にしたのと、あとは下の電源隠しの上部にですね、エクストラフローのスリムですね、を2個追加したのと、あとサイドパネルをですね、前面のアクリル化、よいしょ、これアクリル2ミリのアクリルパネルを使うと、ここ面がね、ちょうどぴったしなんですよ。もうほとんどね、段差ないぐらいにこう収まるんで、そんな感じにしてありますね。で、止め方もですね、まあうまい止め方がなかったんで、もうボディの方に直接ですね、ドリルで穴開けて、でタップビスでですね、これ5ミリのネジになるんですが、5ミリのネジ山をタップビスで開けて、でボディの方に直接ネジ止めにしちゃってます。これが全部で8箇所ですね。12345678箇所と、こんな感じでですね、まあそれぞれ8箇所止まってますね。こういう感じですね。で、結構やっぱサイドパネル全面アクリル、意外とそのいい感じでですね、収まってくれてます。まあ、もともとはこれ使ってたんですけど、やっぱね、中結構自分、ベイ隠しとか電源隠しわざわざ作ったんでね、中見れるようにしたいかなということで、まあ、全面アクリル化にしちゃいました。で、あとは大きな変更点はないですね。まあ、5インチベイの裏にエクストラフローじゃなくて、エナマックスの TB サイレンスのファン入れてたんですけど、それエクストラフローに交換したぐらいですかね。あと大きな変更点はないです。まあ、SLI にしたよという感じぐらいですかね。こんな感じになってます。で、エクストラフローのスリムの方に LED 付きというのはないんですよ。なんで、AMON のサイドビュー LED をですね、奥側に貼って、で、こちら側にね、照射するような感じで今、光らせてます。あとは特に変更ないですね。で、まあ、そうですね、こんな感じでですね、で、一
きました、とりあえず。で、今後ですね、その SLI だったり、2D サラウンドだったりですね、まあ、モニターアームとか接続ケーブルとか、その設定の仕方だったりをですね、まあ、いろいろ悩みながらやってたんですけれど、そちらの方を詳しく小分けにですね、まあ、アップしていけたらなと思っております。で、まあ、今回はですね、大きな大まかな概要ということで、この辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。